してフリーキック。さらに20分に町野がヘディングシュート、そして22分に西村、さらに40分再び西村。松井さん、このあたりしっかりと自分の持ち味を見せた4ゴールに感じましたが、やはり西村君ですか、はい、やっぱり前向いてシュート、すごい良かったと思いますし、ラインカットでのボールの受け方もそうですし、前を向く、またワンタッチプレー、全てが完璧な感じでしたよね。どうでしょう、ここまで2ゴールいいアピールできてると思いますよ、はい、背番号9の西村拓磨です。ご覧のように J1 ゴールランキング、ベルギーに移籍した上田綺世に次いで日本人2位となっているのは町野、西村です。さらにユーソルの細谷、森島もこの代表に選ばれています。細谷はパリオリンピック世代。壁に当たります。岡田さん、香港の前半というのはどんな印象、改めていかがですか。まあ、何度も言いますように立ち上がりちょっと圧倒されてですね、そこで失点。いいボールが入ってきた。鈴木財雄も飛び出しますが、交錯して大丈夫か。ちょっと危なかったですね。1m91cm のヌネスと、そして鈴木財雄です。思ったよりボールが低かったんですね。後ろで、ああ、2人ぶつかってるね。期待にちょっと当たってますね。ヌニエスはまだ起き上がることができません。鈴木財雄は立ち上がっています。普通になりましたけど、香港の方は立ち上がりがちょっと驚いたなという感じで失点をしてしまったんで、はい、そこから持ち直したんですけど、やっぱり力の差ははっきり出たかなと。崩されなくても一人一人の技術の差で点を取られたり、はい、またはまあ完璧に崩されたのも何回かありましたし、それでも1点を取ろうと何回かチャンスらしきですねところまで行くんですけど、やっぱり最後ちょっと技術が伴わないという感じですかね。ここまでは日本に対してゴールに迫るシーンというのもありました。